幸福についてショーペンハンは前回の続きからですさらに作品の読者観客となる人数が多ければ多いほど作品で名声を博するのは容易でその人数が少なければ少ないほど難しい。 その理由はたやすく予測できるだろう従って娯楽を与えようとする作品よりも門を開こうとする作品ははるかに名声を得るのが難しい名声を博するのが最も困難なのは哲学書だ哲学書から期待できる教えは一方では何とも漠然としたものであり他方では実益がなく何よりもまず 哲学書が相手取る読者は自分もまた哲学書を書きたいと思っている競争相手ばかりなのだからこうした名声獲得を妨げるもろもろの困難を考えると名声に値する作品を完成させた人々が作品そのものへの愛と独自の創造する喜びから創作したのではなく 名声に鼓舞されることとが必要だったとしたしら、人類は不滅の作品などほとんどあるいは全く持てなかったことがはっきりするいやそれどころかよき正しき作品を生み出し粗悪な作品を避ける定めにある人は大衆およびその代弁者の判断に抗いそれらをものともしないことだろうこの点を踏まえると特に オソリウス、栄光についてが強調した「名声は名声を求める人を忌避し名声を顧みぬ人についてゆく」という言葉の正しさが分かってくる還元すれば名声を求める人は同時大臣の趣味に迎合し名声を顧みぬ人はこれを「滋賀にもかけない」「従って名声は得るのは難しいが維持するのはたやすい」 この点でも名声は名誉と対照的だ。誰でも名誉を授かり、それどころか信用貸ししてもらえる。名誉を保つだけでいい。とはいえ、一度でも下劣な行いをすれば名誉は失われ、二度と回復できないので、名誉を保つことが課題となる。これに対して元来名声は、決して失われたりしない。 なぜなら名声獲得のもとになった行いや作品は永遠に揺らぐことがなく新たな名声を付加しなくても名声はずっとその後遺者創作者のもとにとどまり続けるからだしかしながら名声が次第に鳴りを潜め実際に消えてゆくならつまり廃れてしまうならその名声は本物ではなく一時の過大評価から生じた 当な名声である。ヘーゲルが得ていた類の名声がこれだリヒテンベルグはそうした類の名声を次のように描写する仲間内による前回一致の不一致に空っぽのおみそが共鳴し反響するしかし後世の人々がいつの日かその多彩な言葉の住所やかつては流行の発信地だった結構な隠れ家や 今はもうあたかともない約束ごとの住居のドアをノックしてもお入りと自信を持って迎え入れてくれそうな思想の片りもなくどこもかしこも空想なのに気づいたらさぞかし苦笑することだろう。名声は元来他者との比較の上に成り立つ。したがって名声は本質的に相対的なものであり相対的な価値しか持ち得ない。 他の人々も皆名声を謳われる人物だったなら名声そのものが成り立たないだろうどんな状況でも本人から失われることがないものつまりここではその人を直接的に独自の存在にするもののみが絶対的価値を持ち得る従ってそこに大いなる心情偉大な頭脳の価値と幸福があるはずだすると価値があるのは名声そのものではなく 名声にふさわしい人物にしたゆえんのものということになるすなわちそちらがいわばことの実態であり名声はことの偶有性にすぎない名声は主として称賛される人物の外的兆候として作用し彼はそれによって高い自己評価の確証をおのずから得るだからいかに卓越していても名声を得て 初めて自分の卓越性に自信が持てるようになるのは光が物体によって反射されなければ全く見えないのと同様であると言えようしかし功績なき名声や名声なき構成もあるので名声は決して紛れもない兆候というわけではないしてみると有名な人もいれば有名になって叱るべき人もいるというレッシングの言葉には 奥ゆかしさがにじみ出ているところで他人の目にどう映るかで生き方の価値の有無が決まるとしたら惨めだろう。英雄や天才の生涯の価値が名声すなわち他人の喝采で決まるとしたらやはり惨めだろう。およそ性ある者は自分自身のために何よりもまず自分のために独自の性を営み生存する方が良い。 どんなあり方でも自分自身にとって最優先すべき最も大切なことは自分は何者なのかということでありもしも大した価値などありはしないというならそもそも大したものではないのだろうこれに反して他人の頭脳に移る自分の本質像は第一義的な自分は何者なのかということと極めて間接的なつながりしか持たず第二義的で 発生的なものであり偶然に支配されるその上真の幸福の宿る場所が大衆の頭脳だとしたら惨めすぎるむしろそこに見いだされるのは妄想めいた幸福にすぎない通俗的名声の殿堂には将軍大臣藪医者山師ダンサー歌手百万長者ヨダヤ人といったなんと雑多な連中が集うことか。 精神的長所、特に高尚な精神的長所は大多数の人に口先で尊敬されるに過ぎないがこの伝道に集う電柱の長所はそれよりもはるかに率直に評価されはるかに心を込めて尊敬されている幸福論的に見ると名声は誇りと虚栄心に与えられる最もまれな最高級の美味に過ぎない。 誇りと共栄心は大多数の人が包み隠しているけれども、あふれんばかりに持っている。ましてや、何やら名声獲得の適性を備えた人は、強大な誇りと共栄心の持ち主だろう。だからそういう人は大抵、自分の圧倒的価値を意識しながら、長い間それに自信が持てず、自分の圧倒的価値を発揮して承認させる機会が来るまで、 密かに不当なな扱いいを受けてるるような気がするのだしかし本庁の初めに論じたようにそもそも人間が他者の思惑に価値を置くということ自体実に不適切かつ無分別であるだからどんな心の喜びも朗らかさも自分自身を高く評価できるような比較の相手がいることを基盤にしている「市民論1-5」というホップズの言葉は 確かに痛烈ではあるが適切かもしれない一般に名声に高い価値が置かれまたいつの日か名声を博する希望が持てさえすれば犠牲をいとわないことはこれで説明がつく気高い心も名声には勝てない名声は快楽をはねつけ日々仕事にいそしめと精神を駆り立てるミルトン リシダス70また名声が輝き渡る堂々たる殿堂の高みによじ登るのは何と難しいことか。BT、金融詩人。またこれが世界で最も虚栄心の強い国民が口癖のように栄誉・名声・フランス語と言いい栄誉を偉大な行為と偉大な作品の「 主たるる原動力ととみなすことの理由であるけれども名声が第二義的なものすなわち功績の単なる反響繁栄影兆候に過ぎないことは争いえないしいずれにせよ称賛する行為よりも称賛の対象に価値がある真に人を幸せにするのは名声ではなく名声を得たゆえんのものすなわち功績そのものでありもっと詳しく言えば 道徳的な性質のものかもしれないし知的な性質のものかもしれないが功績を生み出す心映えと能力であるなぜなら誰であれ最善の在り方はその人自身にとって必然的な在り方なので他人の頭脳に移るものや他人の思惑における評価は重要でなく二次的な関心ごとに過ぎないからだ従って名声を得ていなくても 名声に値するものでありさえすれば肝心な部分をしっかり持っているのだからまだ手にしていない部分については肝心な部分で自分を慰めることができるなぜなら判断力がなくて騙されやすい大衆に偉大な人物と思われたから羨むべき存在なのではなく実際に偉大な人物だから羨むべき存在なのであってまた後世の人に 取りざさされることが思考の幸福なのではなく自分が何百年もの歳月保たれ熟考されるに値する思想を生み出したことが思考の幸福なのだからしかもこうした幸福は自分の手から奪いされ,れることがないこうした幸福は手元にあるのに対して名声ゆえの幸福は手元にないところが称賛する行為そのものが肝心だとしたら 称賛の対象は大した価値がないものになってしまう実際偽りの名声すなわち不当な名声の場合がそうだ名声は兆候単なる繁栄に過ぎない偽りの名声の持ち主は現実には何も持ち合わせておらず偽りの名声で我が身を養う羽目になるしかし我が身可愛さから 自己欺瞞を重ねても自分に元来ふさわしくない高みに持ち上げられたせいでめまいがしたり自分が金メッキの偽金貨であるような気分になったりしてしばしば名声そのものにすら嫌気がさす特に自分よりも賢い者の顔に後世の人の判断がはっきり現れているのを見て取ると正体が暴かれて。 然るべき屈辱を受けるのではないかという不安に襲われる言うなれば偽の遺言で財産を得た人のようなものだろう正真正銘の名声すなわち死後の名声を本人が耳にすることは決してないがそれでも本人は幸福だろうと思われるつまり幸福は名声を手に入れた優れた特性そのものにありまたそれを育てる機会を見つけたこと すなわち彼にふさわしい行動をとったり好きなことに打ち込んだりする機会に恵まれたことにあるこうして生まれた作品だけが死後の名声を獲得するからだ彼の幸福は彼の大いなる心情や知性の豊かさ思想にある彼の大いなる心情や豊かな知性が反映された作品はその後何百年も称賛され また彼の思想を実行することがはるか未来の優秀な死者たちの仕事となり楽しみとなる。従って死後の名声の価値はこうした功績にあり優れた特性とそれを育てる機会に恵まれたプロセスそのものが報酬となる。ところで死後に名声を博した作品が同時大臣からも褒めそやかされていたかどうかは偶然の事情に左右され。 さほど重要ではない。なぜなら人間は大抵独自の判断をせずに特に交渉で難解な業績を評価する能力を全く持ち合わせていないのでこういう場合普段はおよそ縁のない権威にいつも追随するからである「交渉なジャンルで博した名声の99%は権威を信じ切った支持者によるものだ」。 だから同時大臣による賛同の大合唱は頭を使う人から見るとごくわずかな価値しか持たない賛同の大合唱はいつもごく少数の声のこだまに過ぎずおまけにその少数の声ですらつかの間の時がもたらしたものなのだから12人を除いて聞く耳を持たない人間ばかりからなる聴衆がその一人が手を動かすのを見るや否や 互いいに自分の弱点を知られまとして一生懸命に拍手していると知ったら巨匠は聴衆の盛んな拍手を嬉しく思うだろうかましてや恐ろしく下手くそなバイオリン奏者が満場の喝采を浴びるために先頭に立って拍手する人間を買収するのはよくあることだと知ったらどうだろうこれが同時大臣から名声を博しても 死後の名声へと変容するケースが極めてまれな理由であるそれゆえダランベールは文学的名声の伝道について伝道の中に住むのは死者ばかりそれも存命中はここにはいなかったものばかり聖者も若干いるが死んだらすぐにここから放り出されそうなものばかりとこの上なく見事に描写しているついでに言うと ある人物の存命中に記念碑を建てるのはこの人物について後世は当てになりませんと宣言するに等しい。